よしちゃんと目が覚めたようだね。それじゃ今日も父さんに弁当を届けてやっておくれ。あ、懐かしい。あれなんだっけ、アンチョビサンドだっけ、いつものお弁当。父さんの大好きなアンチョビサンドだよ、早く持って行っておやり。はい、相変わらず直に手渡しっていう、ラップとかでちゃんと包んでるのかな、アンチョビサンド。いいかい、寄り道しないでちゃんと届けるのよ。さあ行った行った。はーい、さあ行きましょうか。仲間がいない状態ですが、一番最初パート1とか思い出すよな。ん？あんな近くに漁に行くのはこの辺の小舟でも十分だと思うんだが、まあ魚たくさん積むに大きい船の方がいいのかもな。よろずや、アミトさんのお祭りなくなっちゃった。父ちゃん楽にお魚いっぱい取れて嬉しいって言ってたけど、僕つまんないお祭り見たいよ。じゃあ先にちょっとマリベルのところ行こうかな。マリベル、あ、いたいた。うん、平和ってとっても退屈なのね。私と一緒に旅してたあの子が懐かしいわ。パパの具合もだいぶ良くなったみたいし、また旅に出ようかな。またお父ちゃん心配して倒れちゃうよ、もう。さがにいつまでもベッドに寝てるわけにはいかんからな。ボルカノ殿と共に寮に出るのはやめておいたが、見送りくらいはしたい。ムーンが寮に出るようになった時にはまた一緒に行くとしようか。せやね。あ、お父さん、お弁当だよ。やっと来やがったか、またこそいたらねえな。母さんのサンドウィッチはちゃんと持ってきたんだろうな。サンドウィッチ、うん、あ、まあなんでもね、お前はしたいって芋の皮むきでも手伝ってこい。はーい。優しいね、なんかね、漁師ってさ、すごい怖い印象あるけどさ。あ、ヨハンがいる。乗せてってもらうのか。今までグラインサードの城下町でプラプラしてたけど、それももう飽きたんでね、お前の親父さんに頼んでこの船でどっかへ送ってもらうことにしたんだ。どこ降りるかは全然決めてないんでね、お前らとはもう会えないかもな。まあ、俺らにはこのトイレがあるから平気さ。お前らも元気でやってくれよ。あ、ありがとうな。そっかそっか。ちょっとなんかまたマリベルが紛れ込んでそうだけど。この辺。しばらく見ない自分は変わったな。成長したということか。お前なら父であるボルカノを超えることができるやもしれん。わしからお前頼むことはもうない。上上がるがいい。マジで、せっかくお手伝いしに来たのに。アミトさん、ボルカノさん、悪いけどちょっと浜の方へ来てくれやせんか。なんだ、想像しず何があったのだ。お前が慌てるなんてただごとじゃねえみてえだな。そうなんですよ、神の使いとか名乗る連中が船で乗りつけてきたんすよ。なんだと。それは放ってはおけんの。ボルカノ殿、あとは任せた。やれやれ、これから漁に出るって時に仕方ねえな。おいムーン、お前俺の代わりにちょっと行ってこい。浜？はい。ちょっと嫌な予感がしてきましたよ。お父ちゃんお仕事に行ってしまわれました。でじゃあちょっと神の使いとやらにちょっとねアタックしてこようかなと思うんですけれども、あ、マリベル、どうしたの、なんか騒がしいじゃない、何かあったの。あ、なにあの船。ちょっと面白そうね。見に行ってみようっと。なんだいなんだい、漁に出るのに大騒ぎするなんて久しぶりだね。あら、あの船はなんだろうね。初めて見るけど。綺麗なのかピカピカ光る服を着た人が降りてきた。村の外へ出て行っちゃった。
これが神の使いに持ってきた船ね。贅沢だけちょっと庶民が悪いんじゃない？私は気に入らないな。神の使いって人もあんまりかっこよさそうじゃないみたいだしね。輪についていこうと思ったけど今回はいいや。なんでだよ。こんなゴテゴテと飾った船でよく海を渡ってこれたな。神のご加護ってやつがあるんだが俺はごめんだね。ほう、では神の使いと名乗る者たちはこの船から降りてきたと。はい、グランスタートの城へ行きたいと申されたので道を教えたらささと行ってしまわれました。ふむ、まあわしらにはおそらく関係のないことなのだろう。とりあえずこの船をお預かりしておけばよいのだろうな。うん、はい、神の使いとやに失礼のないように。はい、神の使いとかさ、なんかワンピースを天井人みたいな、そんな印象があるんだけど。でも今私単行本でワンピース読んでるんだけどさ、あのレベリー編始まりましたね、世界会議。それでね、いろいろまた天井人とかいろいろ出てきたからな、昔のキャラとかね。あ、セーブしとこう。よし。ビッグマムの話も面白かったけど、やっぱりなんか昔のキャラクター出てくるの面白いね。ビビとかも出てくるし。よし、行こう。ワンピースはいつになったら終わるんだろうな。まあ、余裕で100巻を超えるだろうね。何あいつら私が邪魔だったかって突き飛ばせなくてもいいじゃない。おかげでスカート汚れちゃったよ、プンプン。あ、もうごめんなさい。あなたの邪魔もいちゃったみたいね。いや、ええんやで。さ、グラインスタートだ。どうも。あ、やっぱり噂になってる。なんといっても神様からのお知らせですもんね。神の使いの人が来たってことで街はちょっとした騒ぎよ。あ、ねえねえねえ、ホンドラさん何やってるんでしょう。いないし、また酒飲んでんのかあいつ。ホンダラ、あれですよね。メルビンじいちゃんの復活以降、なんも落とされてないから、ちょっと、怖いんだけど。うんうん。いいわ。神の使い。ここには来てない。お城へ向かったんじゃないかな。はい。みんな噂してる。あの連中ってとっても偉いんだよな、シスターさん。もちろんですわ、あの方たちは私などとは違うのです。現世に蘇った神様のおそばで働くことを許された方たちなのですから。ほう、え、取っていいんだよね。見張りに買い出されちゃってかわいそうに。せっかくお休みだったのに。おむん、どうした何か用か。あ、いいんですよ。どうなのかな。あ、神の使いの方々に失礼があってこの国の名に傷がつくからな。あ、嘘です、用があるんです。神の使いのことを知ってやるのじゃな。だが神の使いの方々は我が王とお話をしている最中ゆえ。あ、大臣殿、王様より伝言でございます。伝言となしで内容は何だ。は、フィッシュベルよりムーン殿が見えたらすぐにわしのもてを通せ。あ、いますよ、うん、これはまたなんともちょうど良いところにご苦労下がってよいぞ。こいつ、お前、私がすぐ近くにいることに気づかんのか。こいつ、王が何よりお主を呼んだのかわしには分からんのが、急いで行けば神の使いの方々にお会いできるやもしれんのぞ。神の使いなんかおじいちゃんいんのかな、メルビンじいちゃん。だったらね、ちょっと安心ですよね。はいはい。入ってもいいぞ。何か頼みたいことがあるらしいですよ。
いるな。おじいちゃんは？あ、緊張しちゃう。神様の使いの人に会えるなんて、慌ててお皿ひっくり返したりしないよう気をつけなきゃ。バンゾーには私たちと共にクリスタルパレスへと赴いていただきます。クリスタルパレスでは各国の代表者の方々に神からの啓示が与えられるのです。ほう、お前が王の話やダムーンというものか。ふむ、王の話が真実であればお前は素晴らしい力を持つということになるが、私にはそうは見えぬな。ただの若者としか思えぬが、クソ失礼なやつだな。この島は当日はグランエスタードの王に会いに来たんだ。我らが神の居城たるクリスタルパレスの完成とご神託を伝えに。私たちの国のお料理お口に合ったかしら。もうちょっと遅い時間なら取れたてのお魚料理をお出しできたのに残念だわ。アポなしの訪問だったんですかね。なんて失礼なやつだ。ハイラー、元気してた。元気やで。聞くだけ無駄だったね。まあまあ元気なのが取り柄だからね。うんうん、神の使いの方々はこの者が先ほど話したマンと申す者じゃ。クリスタルパレスへ向かうにあたり、このマンとこの衛兵のアイラを連れて行きたい。よろしいかな。良いだろう。その者たちには我が神も興味を示すかもしれん。ですが大神官ネビラ殿、我々の船であと二人が限界かと。それには及ばん。わしらはわしらで乗り物を用意しておるよ。ああ問題ね。すぐに出発したいがよろしいか。どうじゃ、もう一緒に来てくれよな。これ家にするとどうなるか。何をよ、そんなもクリスタルパレスとやらみたいじゃろ。はい、クリスタルパレスか。大したおもてなしもできず申し訳ない。もしやもうすぐに用意をしよう。できるだけ急いで頼む。おそらく我らが最後なのだ。みんな連れてきたいんだけど、ちょっと。よし、もう、わしはもうすぐに出発しよう。そんだから預かった飛空石とやり、クリスタルパレスへ向かうのじゃ。おったら、あの飛空石乗りたいって散々などをこねたことがあるのよ。うるさいぞ、アイラさん。お体と交じりついてまいれ。よかった、アイラちゃん可愛がってもらってるみたいだね。兵士として働き始めたと。わしはこれから神の城クリスタルパレスへ向かう。後のことは頼んだぞ。うん、ここじゃ。ここじゃ、ここじゃ。さて、もう早速出発するがよいかな。はい、いいよ。はい。もう念を込め飛空石を呼び寄せた。これ可愛いよな、飛空石。おお、こんな間近で見るのは初めてじゃ。なんとも立派なものよな。さあ行くぞ、ムーン。そしてアイラよ。飛空石の中に入るのかな、それともこの飛空石の上に乗っかる形になるのかな。ほら、まあ私たちも行くよ。それマリベルたち来ないのか。おお、飛んだ飛んだ。これが空を飛ぶという世の中、面白いな。え、キャッキャしとるやん。あ、カボちゃん。ああ、おいら置いてくなんてひどいよ。おいらも連れてけ。あ、マリベルやっぱ来ないのか。はい、場所的には、位置的にはどうなるんだろう、クリスタルパレスって。ほほう、これが神の城クリスタルパレスか。でかいよね。なんともはやや美しいものじゃの。驚きましたな、あのような素晴らしい乗り物をお持ちであったとは。いや、
なのなの、もっともあの飛空石は王家のものではないのじゃが。ほう、まあそれはさておき、急がなくてはなのではなかったですかな。どうですかな、マンゾー、このクリスタルパレスは。いやー素晴らしい、まさに神がおわすにふさわしい見事な城じゃ。我々人間の持てる最高の技とこの地が生んだ最高の素材を惜しみなく使った。そうであろうな、どうじゃまあ、お主も素晴らしいと思うじゃろ。ふむ、その者たちには田舎の小さな城の方がお似合いであるか。うわー、嫌味なやつ。こいつちょっとなんか天上人のスメールがプンプンするわ。あれ、天竜人か。天竜人。ワンピースの。天竜人の匂いがプンプンする、イラつく。どうもどうも。ここより先は、友の名声にをいただく、万蔵のみお越しいただく。ふむ、仕方あるまい。アイラガボ、そしてモンよ、あとはわしに任せておけ。はい、うま。あら、暇になっちゃった、もしかして。あらららら、うん、こんな家に住んでみたいってのか。おいらはちょっと遠慮するぞ。私もここで働いてみたいわ。2階の両側にお部屋が用意してありますので、1階からお回りください。神との一件、時間がかかるやもしれませんからね。ほう。でも、一通り見学し終わったらちょっと休みましょう。はいはいはい。あ、ここでセーブはできないのか。こいつ神父の服着た一般人か。あ、ここでできる。じゃあちょっとセーブしちゃおうかな。よし、あともうちょっとでパート100ですな。私のドラクエ7動画も。メルヴィン先生市長のもと厳しい剣と法術の訓練明け暮れてるのだ。おじいちゃん元気そうね。結構偉い人。フチアンド部屋かお2階にお登りください。外の通路伝いに食堂と休憩所に行きますね。あ、ありがとうございます。まあこっち側ね。じゃあちょっとこっち側から見ようかな。先にこのクリスタルパレスは神の住まいとして作られたわけなのだが、実際には神がここにおられることは少ないのだ。何もここは神に一番近い場所に違いない。ここで働けて私は幸せだ。ほう。あれ違う。あれドアがない。こっち側ないのかな。じゃあこっちね。族長のお供でやってきたはいいけど、道に迷っちまった。俺たちユバールってほら、外での生活の方が長いからさ、こういう建物って苦手なんだ。ましてはこんなでっかい建物に入ったことなんてないからな。族長がちゃんと神様のいる部屋へたどり着けたか心配だよ。ねえ。あ、もしかしたらグレテ姫が来てるかもしんないね。各国の代表が来るって言ってたからな。あ、ドアに入れない。こう。ここ広いよね。迷子なっちゃいそう。どこに何があるのか覚えるのも大変と言いますか。お、地下。お、ここの牢には凶悪な者たちが閉じ込められています。神のお力を借りて我々が苦心の末に捕まえたのです。お、
強そう。すまんな。あ、やったやったやった、最後の鍵もここでゲットか。よっしゃー。なんでバーサカヘルムどう？危険な匂いがする、残念。でもまあ最後の鍵はな、だいぶありがたいですね。神の仕業で盗みを働く者などいるはずもない。すいませんねって。このままの今の話が実は家内の強さを持つと見た。力も家内のものだな。こんな魔物を捕らえるなんて聖戦士とやらもなかなかのものだ。こんにちは。ぐるるるる、こいつはなんか襲いかかってきそうだよな。なんかの拍子でさ脱走しちゃってさ、うん、木の実がいっぱい。なんか苦しんでるように見えるけど、でもなんか種が落ちてる壺の中に。神のお言葉によってあの魔物は生きながらえることができたのだ。魔物たちもそれは分かってるのだ。おとなしくしてるよ。いや分かんないよ。ノーアルタカは爪を出すって言うからな。些細なことでね、牙を剥く可能性もありますからね。さあ次はこっち側。何箇所か扉あるとどこに行っていいのか分かんなくなっちゃうね。カチャカチャ。シルクのビスチェ。ジェシカの印象あるな。シルクのビスチェ強いかな。あー弱い、残念。あー疲れた疲れた。ご主人様に連れられてこんなとこまで来ちゃった。それにしても何だって神様はうちみたいな小さなハーブ園の主人を呼んだのかしら。もしかしてうちのハーブは神様もお気に入りなのかしら。そしたら神様のお墨付きってわけに売り上げ伸びちゃうかも。大人のベッドが空いてる。はい。あ、どうかねベッカ君、そうそう金はランキングに登録してみては。とんでもない、僕なんかまだまだです、ランキングになんて。そうかね、君はアズモフ博士のもとで随分と勉強してきただろう。いえまだまだなんです、僕が登録するのは僕自身が博士を、アズモフ博士を超えたと確信した時なんです。ほほ、これは頼もしい。君はアズモフ博士を超えるというのだね。はい、いつか必ず。あらね、久しぶりベック君。あ、ハメリアの代表として選ばれこの神の試練を招かれた。なるほど、こいつらにはさ散々お使いさせられたからな。イートロード町の代表として世界ランキング協会からわざわざやってきたんですが、どうも神様に会いづらいのですよ。人々に優劣をつけて順位を争うな、泥かもののすることじゃなんて言われそうですからな。なるほど、こう懐かしい面々とまた会えるの嬉しいですよね。ここはちっちゃいおばあちゃんがいる。あー、パミラばあちゃん。はいはい。レカ、もうだいぶ時が過ぎたが元気それ何よりだよ。パミラばあちゃん、過去のねパミラばあちゃんはお世話になったんだけど、現代のパミラばあちゃんはねあんまり腕が良くない感じだよね。あ、あ、あ、これ4バカ来たわ。4バカ、あれ3バカか、3バカプラス1って感じか。ハグハグハグ。またかあそこの席の男の人たちだらいつまで食べてやつもいなの。私たちの一日分の食料を平らげてるわよ。暴飲暴食は神の教えに反するんだから、まったく。ごめんなさい。出た出た、砂漠のね。さあこれで大体終わったかな。あ、これで一周したな。じゃあちょっと休みましょうか。ベッドで休んで、あ、でももう時間がだいぶいい感じ。今回は戦闘が一回もなかったな。前回もそうか。じゃあ休みましょうかね。はい。ててて、ごめん、ちょっとマイクにテープつけちゃった。マンたちはベッドに横たわり体を休めた。しばらくすると辺りが騒がしくなり、ムーンたちは目を覚ました。
神ですか。神というかね、全知全能の賢さなど。はいはい。神様がお見えになるみたいですよ。どうせ僕たち会えないんだからあまり関係ありませんけどね。おー、じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょうか。戻るか。ついに神様に会える。どうやって行くんだっけ。本当にここ迷うんだよね。あ、こっちか。合ってるかな。こっちか。どうも。航海先は各国の代表者の方々しかお通しできません。あ、おじいちゃん。神はまだお姿をお見せにならないのですか。あ、まだ神はお見えにならぬでござる。そりゃえもんの人たち、父と所用ができたでござる。わしについてまいれ。は、しかしここの守りはどうしましょう。代わりの者は呼んである。案ずる必要はないでござるよ。承知いたしました。おじいちゃん。よし、では潮の外まで急ぐでござるよ。久しいの、まあ、しばらく見ないうちに少し背が高くなったでござるか。アイルもますますべっぴんさんになったでござる。ふ、あなたも相変わらずのようね。アイラも大きくなった。メルビーも立派になった。あはは、カボ相変わらず元気でござるな。さて、まあ、積もる話もあるが、わしは行かねばならぬでござるよ。どうも外で暴れてる奴がおるようでござる。ここの守りあの人たちに任せたでござる。ではごめん。はあ。これセーブできるかな。じゃあちょっと今回はね、ここで終わりにしておこうかなと思います。まだ神様に会えません。そろそろ会いたいですね、神様。セーブして終わりにしようか。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。